つの間にか眠っていたのか。ファントムペインに苦しめられうなされていた俺はいつものように虚空に向けて手を伸ばしていた。でもいつもと違うことがあった。その手を誰かが握ってくれた。寝ながら叫ぶのは人としてなかなか器用な芸ですね。もしや脳機能のエラーでしょうか。アトリ、夏木さんの脳修理が必要かも。できるんならやってくれ。余計な記憶を切除して楽に生きられるように。やってみます。真顔で言ってアトリは俺の頭を撫でた。タオルを持った手で、まずはそのびっしょりの汗を拭きますね。風邪をひくと大変です。人は脆くてすぐ故障しますから。記憶の切除はできないようだが、でも痛みが引いていく。幻の右足が発する激痛が和らいでいく。いつものようになかったことになるんじゃなく和らいで癒されていく。不意に涙が溢れた。痛みをこらえている間は我慢できたのに。泣いてますか？まだ痛いですか？いや違う、これは取り付こうとしたがやめた。痛みに耐え辛さを隠し虚勢を張るのにもう疲れた。それよりただこのぬくもりに包まれていたい。足の代わりなんだよな。はい、そうでしたま。そこにあるそれなんかよりうんと高性能な。俺はアトリが握ってくれた手を引き寄せた。おや？俺は引き寄せた手をほどいてアトリを抱きしめた。胸に顔をうずめて目を閉じる。あの、夏木さん、汗を拭いてあげたいのですけど。そんなのはいい。もしかして私で拭いてますか？それは足ではなくタオルの役目ですよ。足は文句を言わない。学習しました。こぼれる涙が熱い。痛みはもうとっくになくなっていた。俺はアトリにすがりついて言った。このまま眠らせてくれないか。いいですよ。優しい声に俺は一度目を開いた。アトリは微笑んでいた。その微笑みにまだ心の奥底にこびりついていた不安が浄化されたように消えていくのを感じた。俺が本当に欲しかったのはこれだ。失った足を取り戻し手に入れたかった穏やかな夜を。でも多分高性能なサイボーグ義足でも得られなかったろう、こんな優しい夜は。アトリは微笑みを絶やさず俺の頭をよしよしと撫でてくれた。すごく悔しい。なのに安心する。まとわりついていた過去も未来への不安も消えて、俺はいつの間にか。おやすみなさい、夏木さん。心地よい眠りに落ちていた。穏やかな波に揺られ俺は目を覚ました。窓の外では風車がカラカラと回り、つけっぱなしのラジオから朝のニュースが流れてくる。苦痛を伴わない覚醒、こんな風に目を覚ましたのはいつぶりだろう。すぐ耳元から、これはまた心地よさげな寝息が聞こえてきた。パチリと開いた目で隣を見る。いや、夏木さんのエッチ。俺はゆっくりと抱きついていた腕をほどいてアトリから離れる。
安眠のおかげで頭はすっきりとクリアだ。でもそのせいで昨日の集体がまざまざと思い出されて死にたい。ずーんと気が重い。ロボットが寝心地とってスリープ中に夢でも見れているのか。ヒューマノイドはスリープ中にメモリーの整理をする。それが人間でいう夢のような状態を作り出しているのかもしれない。夏希さんは足を取り戻したら何がしたかったんですか。人の気も知らないで幸せそうな寝顔を見てまたムカムカしてきた。俺は自分の不遇を足のせいにしていただけだ。そうして何も見つからない海底を探し続けていたかった。それが一番楽だから。でも見つけちまったこいつを。なら今俺は何がしたい。とりあえずアトリのほっぺをつねる。くすぐったいです。もう二度と生意気言わせないためにも腐ってる場合じゃないな。窓から空を見上げる。日が昇り透き通った日差しが昨夜月にかかっていたもやを追い払っていた。起きろロボコ。アトリです。それロボットへの別称ですから。警告2回目ですよ。お仕置きのロケットパンツ。ポカ。脇腹を叩かれた。でも全然痛くない。ロボットも寝ぼけていたら人を攻撃できるのか。それともこれは攻撃じゃない。いいから起きろ。キョロキョロと周りを見るアトリ。あ、そっか。私昨日の夜ここで夏木さんに抱かれたんでした。誤解を招く表現はよしてくれ。あ、おはようございます、夏木さん。ロボットのくせに寝起きが悪いってどういうことだ。私、停電圧なんで。むにゃむにゃ。なんだ停電圧って。アトリはベッドの上で首をコキコキと回す。姿勢でスリープしてたから関節がグキグキします。とりあえず服を着ろ。目のやり場に困る。わーい。それからな、お前を売るのはやめだ。抱き枕にもなる足を手放すのは惜しい。でしょ、高性能ですから。ムフン。いいから先に服を着ろ。